ここは3階の305ですね。一番左端。それでは部屋を見ていきましょう。まず左、クローゼットですね。ハンガーと下にスリッパが置いてあります。おお、部屋入ったらこんな感じなんですね。まず右に扉上がります。そして左には姿見、大きいのありますね。こちらは空気清浄機かな。そして奥へ行くと、おお、窓が奥にありました。右側にベッド、ダブベッド、大きいですね。おお、天井からこんな感じ、照明が、へえ、おしゃれで、こういう感じの照明なんですね。ここにこんな照明ですね。そして奥行くと窓がありまして、机、テーブル、こんな感じですね。おお、こちらからのベッドです。上にはタオル、浴衣が置いてありますね。ベッド左側、間接照明に電話、下はコントロールパネルですね。そして左側は窓がありまして、奥にはティッシュ、コップ、湯飲み、お茶かな、置いてありますね。反対側にはテレビ、電気ポーツ、下は冷蔵庫でしょうか。空の冷蔵庫です。それで入って右側のドア見ていきましょう。水回りでしょうか。オープン。おー、正面に鏡ありますね。ユニットバスですね。こちら側に洗面、そしてアメニティ類ですね。シャンプー類かな。ドライバーも見ます。そして下にはトイレがあります。ウォシュート完備。反対側、バスタブですね。おー、いい感じです。これをショーチェック、キラキモネダーシ。それでは1階に大浴場あるんで行ってみましょう。おー、2階のここに電子レンジありましたね。早速買ってみます。それではお風呂上がりのビールいっちゃいましょう。今日は札幌プロラベル、聞いてるかな。おー、それではプロラベルいただきます。それではセコマで買ってきた2分の1日分野菜が取れるとろたな、とろ玉お好み焼き、いただきましょう。うわ、うまそう。北海道産キャベツ塩だそうですよ。うわー、これいただきまーす。ビールが進む。今日のラインナップはこんな感じですね。セコマと、俺はセブンイレブンだったかな。あとで食べます。うまそう。
おはようございます。朝7時でーす。なんか7時の音楽が流れてましたね。いやー、昨日は温泉3回も入って、ゆっくり寝れました。この雪景色でーす。西横っぺ村は、こんな感じで、建物がオレンジと緑と統一されてるんですね。ここは、他にはない、景観の村ですね。朝風呂6時から8時まで入れるんで行ってきまーす。ここは高温石温泉、人工温泉なんですね。でもお湯がとても柔らかくて水触り最高です。ほぼ貸し切りで入りました。西横っぺ村グラスフェッドソフトクリーム、美味しそうですね。350円、水は飲みます。湯上がりの水飲みます。いやー、朝風呂最高でしたね。こういう休憩所もあります。そしておー、大きな窓から雪景色。お風呂も露天風呂はないものの、内風呂から雪景色見えました。そしてここはマッサージチェアあります。いじもにを見ながら納豆卵ご飯朝食食べまーす。ウェルカム、森の中のホテルリムへようこそ。いささか不便な場所ではありますが、この機会に大自然を楽しんでいただけたら嬉しく思います。ご滞在中にキツネやシカと出会えるかもしれません。天気のいい日はホテルの裏手に回ってみてください。夜は満天の星空を堪能していただけます。どうぞゆったりとお過ごしください。ホテルリムのご案内ですね。こんな感じで図書館が1階13時から15時って書いてありますね。スナック、カラオケボックス、その他自販機1階、喫煙所、洗濯乾燥機、電子レンジは2階にあります。そして西横っぺ村のご案内、とても小さな村ですが夢を育てる力があります。夢をキーワードに5つの夢施設がございます。森の中のホテルリム、ここですね。森の美術館コム、道の駅フラワーパークカム、観光子育て支援センターリズム、マルチメディア館 IT アトムって言うんですね。わー、こういう変わった施設、西横っぺ村ですね。いやー、温泉ホテル部屋も快適でした。ゆっくりできました。よかったら皆さんも西横っぺ村来てみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。旅でした。またー。ちゃんちゃかんちゃーん、旅旅旅チャンネル、いてくれてありがとう。じゃーん。